よう、これから露天風呂行かない？よっしゃ。じゃあ真田さんと領事も声かけておくから、お前は部屋に帰って荷物を取ってこいよ。知ってる？ここの露店、男湯と女湯、時間交代制なんだよ。おお、マジか。じゃあ途中で変わってしまうかもね。でももしそうなっても、それは事故だよね。それはそうでしょう。もしそうなっても僕らに責任はないよね。君はどう思う？まあ、あくまでもしもの話、万が一の事故の話だよね。いや、本当そうだね。いや、なんか暑くね。で、その男女が交代する時間というのはいつなんだ、純平？そりゃ確認してないっすけどね、領事君。もしかすると結構ギリギリかもね、純平君。お前らバカだろ。道理でこんな妙な時間に。冗談っすよ。確かにギリギリで来たっすけど、もう夜中だし、こんな際どいタイミングでわざわざ入ってくる女子なんて。え、マジかよ、誰か来たぞ。どうしよう。男子だろ。まあそう焦らないで、これは事故なんだから知らんぷりしてればいいんだよ。やっぱここの露天広い。はあ、ほんと流れるプールみたい。これが露天でありますか？私には聞かない効能ばかりです。ゲゲゲ、あいつらだ。なんでこんな時間に。おお、ゆかりさんに風花さん、これはラッキーだ。ごもん。バカ野郎、声出すんだね。誰かいるの？どうした、ゆかり、何かいたか？みつるもいるのか。おい、これは間違えたじゃすまんぞ。もし見つかったら退学とかですかね。いや、けど入ったのはちゃんと男湯の時だし、だいたいこんなの冗談半分で。そんな言い訳が通じると思うか。もし見つかれば。見つかれば処刑だな。処刑。なんか聞こえたよね、やっぱ。ねえ風花、ちょっとそっち見てきてよ。お化けかもしんないでしょ。気づかれないように露天風呂から出るしかない。緊急ミッションだ。失敗すれば事故では済まんぞ。誰もいないみたいだけど。風花さんの声だね。これ岩の方を回ってきてる。おい、作戦なら指揮はお前だろう。どうすんだよこれ。大胆なんだが、お前が言うなら信じよう。よっ、頼りがいのある男。岩陰には誰もいないね。ほら、怖がらなくても平気だよ。本当に？少し時間は稼げたみたい。
でもこんなんちょっと風吹いたらバレちまうだろう。どこかにミツルとアイギスもいるはずだ。迂闊に動けないがどうする。なるほど、音で誘導する腹か。作詞だな。ねえ、陽動ってなんだい。後であいつに教えてもらえ。何？ゆかり、どうした？何かあったのか？今、何か着水した音が。位置関係はこれでつかめた。動くなら今だ。ちょっと何もないとこ走り抜けんのさすがに無茶じゃ。おお、この説得力、なんかカリスマって感じ。こうなりゃ最後までお前を信じるぜ。よし、全員行くぞ。いや、まさかな。おや、これはアヒルちゃんであります。結局何もいなかったね。ごめん、勘違いだったかも。なんだかここのお湯って熱くない？私のぼせてきちゃった。山岸の能力もさすがに裸では震えないらしいな。当たり前です。はっきり言って驚きであります。人間の体には様々な個体差があるんですね。具体的に言うと。ああ、分かったから。アイギス、もう出よ。アイスおごるから。アイスでありますか？クールダウンは大好きであります。お前の采配でどうにか切り抜けたな。もう少しでミツルの処刑を味わうところだった。純平と望月はどこだ？あれ？純平くんと涼次くん、あんなところでひっくり返ってる。顔も赤いけど、どうかしたのかな？どうせまたくだらないことでもやってたんでしょ？ほっとけばいいって。のぼせて足がもつれたか。自業自得だな。集合の時間忘れてないわね。遅れたりされると監督責任で吊るされんの私なんだからね。京都なんてありがちとか思ってたけど、あったな。結構っていうか昨日に集約されてるけど。というか、お風呂でしょ、お風呂。バカ、声がでかい。へっ、来た。あれ、みんなどうしたの？え、あー、いや、ちょっと反省会をな。何の反省よ。え、なんでもねえって。変なの？ま、いいけどさ。一連卓勝だかんな。墓まで持ってけよ。